令和渋谷の金子康之です。区長、教育長に大きく3点お伺いいたします。まず最初に、いじめ、人権、特育の振興について伺います。学校で痛ましいいじめの被害が後を絶ちません。先日、フジテレビの番組で町田市のネットいじめ自殺事件のことが渋谷区役所の庁舎をバックに詳しく報道されていました。町田市といえば五十嵐教育長の前任地であり、大変ご苦労されたのではないかと思います。ここで教育長に伺いますが、今年春のご就任以来、いじめ条例制定に精力的に動かれたのは前任地の反省があってのことでしょうか。当区におけるいじめ対策について、ご自身の苦い実体験を生かして特筆すべきことがあれば、反省教訓等があればぜひお聞かせいただきたいと思います。また区長が五十嵐氏を教育長にスカウトされたのは、五十嵐氏のいじめ問題に対する高度な指揮権、経験を買ってのことではないかと思います。聡明な区長のことですから、おそらくそうだろうと思うんですけれども、区長は五十嵐氏の知られざる経歴、つまりいじめ問題への関与、あるいはその当事者であったことをご存知の上で議会に人事案を提案されたのか伺います。そもそもいじめの根底には道徳観や人権意識の欠如があって、これには対症療法ではなく特育の振興による人格形成が必要だと思います。ここで区立学校では道徳教育や特育の振興にそれぞれどう取り組んでいるのか、教育長にお伺いいたします。そして特育といえば明治天皇であり、近代国家建設の基本が教育と特になることを教育勅語にまとめられました。保有の心、就学就業、知能啓発といったこういった特目は言葉を変えて今も教えられていることと思います。ここで提案ですが、渋谷には明治神宮という素晴らしい教育資源が身近にあり、学校行事の参加や学校へ神職をお招きするなど、特育の視点から学校教育に取り入れることができないのか、教育長にお伺いをいたします。2点目に、配布タブレット端末によるトラブルと対策について9点お伺いいたします。ギガ端末を使って抽象を書き込んだり、フィルタリングを突破して不適切なサイトを閲覧したりという事例が相次いでいます。町田の事件も端末のずさんな管理が自殺の原因だったと言われております。トークでそのような不適切な事例があったのでしょうか。生徒や保護者からの相談通報などはどれほどあるのか。またトラブル防止対策や監視体制はどうなっているのか。学校ネットパトロールを行う専門の委託監視業者もありますが、そういった委託をしているのか。そして区が採用するフィルタリングソフト iFilter は簡単に解除できるという情報、噂がありますけれども、実際にそのような突破された事例があるのか。そもそもフィルタリングは 4G、LTE 対戦が対象で、家庭の Wi-Fi、自宅に持って帰ったときに家庭の Wi-Fi まで制限をかけられないのではないでしょうか。またパスワードの設定はどのように学校で指導しているのか。チャットについては禁止して使えないとの説明ですけれども、それ以外にデータ共有など、生徒同士が通信できる機能があるのではないでしょうか。いじめの温床となりかねないのであれば、機能を封ずるべきだと思いますが、いかがですか。また動画の視聴制限、あるいは万一に備えて利用履歴のログはサーバー側で定期的に取るべきではないかと思いますけれども、どうされてますか。そしてタブレットで子どもが何をしているのかわからないという保護者の声があります。保護者が使用状況を確認できる方法はないのでしょうか。学校個々の児童の使用状況をどのように管理確認しているのか、伺います。また次に、いじめを早期発見するために生徒が自分のタブレットから気軽に相談ができるようにできないのか、以上9点、教育長にお伺いいたします。そして次に、北朝鮮の人権侵害問題と平和教育についてお伺いをいたします。岸田総理は先日、拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会に出席をし、私の手で必ず拉致問題を解決しなければならないと強い決意を述べられました。しかし国の調べによると、拉致問題への関心が最も低い世代が10代から20代であり、拉致問題は風化しつつあるのが実情です。拉致被害者の横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されたのが昭和52年、当時13歳の少女がもう57歳になります。2回目の五輪を経て44年経つ今も解放されません。昨日の質疑で日本共産党から憲法9条で話し合うべきだという意見がありましたけれども、北朝鮮は何度話し合っても拉致被害者を返してくれません。むしろ核ミサイルで同化してくる、これが国際社会の実情です。つまり憲法9条では国民を救うことができない、憲法を守って国民を守れない、これでは何のための憲法か分かりません。拉致問題には生身の人間を犠牲にした我が国の矛盾が凝縮されていると思います。まさにこの問題を通じて、個人の尊厳と国家の在り方、
平和と人権をいかに守るのか、まさに生きた教材として未来を日本を背負う子どもたちに考えてもらいたいと思います。そこで区立学校では北朝鮮の人権侵害についてどのように学校で教えているのか、また教員の研修や国が制作したアニメ教材恵みの使用状況、その他学校での取り組みについて教育長にお伺いいたします。一方で拉致問題への区民への啓発については区の役割も大きいはずです。法の定めもありますけれども、残念ながら渋谷区が具体的な取り組みを行っているようには見えません。拉致問題について区ニュース12月号に毎年わずか1行小さく載せていることは承知しておりますけれども、これ以外にやっていることはあるのでしょうか。現下の予算配当額と取り組み内容、また今後は来年度予算に適切に改善反映させるべきだと思いますが、いかがか区長にお伺いいたします。以上3点ご答弁よろしくお願いいたします。長谷部区長。議員の一般質問に順次お答えします。はじめに教育長の任命についてのお尋ねですが、先ほど令和渋谷堀切年次議員にお答えしたとおりです。次に拉致問題について2点のお尋ねですが、一括してお答えします。北朝鮮当局による拉致問題は日本の国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、また重大な人権侵害です。すべての拉致被害者の一日も早い帰国が実現することを心より願っております。本区も毎年12月の人権週間に合わせて全国配布しているクニュースの記事において、北朝鮮当局による人権侵害問題を含めた人権、尊重思想を啓発しています。今後もクニュースウェブサイト等を活用するなど、区民への周知啓発に努めるとともに、国や都と連携した取り組みを検討してまいります。以上、私からの答弁といたします。五十嵐教育委員会教育長。私にはいじめと人権、特育の振興について4点、配布タブレット端末によるトラブルと対策について9点、北朝鮮人権侵害問題と平和教育について4点のお尋ねがありました。順次お答えいたします。まず、いじめと人権、特育の振興についてのお尋ねです。4月に着任いたしまして、さまざまな説明を受けました。その中の一つにいじめ条例制定がありました。これまで教育委員会において継続して検討してきたものでもあり、本年第3回区議会定例会で渋谷区いじめ防止等対策推進条例をご審議いただきました。また現場視察については着任後できるだけ早い段階で全ての学校等に伺うこととしたものです。今後も機会があれば学校に伺い、現場の先生方と直接コミュニケーションを図ってまいります。いじめ対策についてはこれまでのすべての経験を生かし、渋谷区の学校、幼稚園とコミュニケーションを図り、また区の部局、警察等の外部の機関等とも適切に連携してまいります。次に、区立学校での人権意識の向上、特育の振興についてのお尋ねです。各学校では、東京都教育委員会から配布されている人権教育プログラムに活用した学習、異学年交流や障害者の方との交流等を計画的に取り組んでいます。また特育の振興については、例えば道徳授業地区公開講座を実施しています。公開講座では子どもたちの豊かな心を育むために、学校、家庭および地域社会それぞれができることについて意見交換を行っています。次に、明治神宮を学校教育に取り入れることについてのお尋ねです。区立学校においては、特定の宗教のための宗教教育、その他宗教的活動を行わないよう留意する必要がありますが、例えば生活科では
地域にある身近な場所として、渋谷区では国の重要文化財に指定されている建物として、区内の明治神宮を取り上げて学習することがあります。次に、配布タブレット端末によるトラブルと対策について、9点のお尋ねですが、一括してお答えいたします。本区の教育 ICT システムは、教育委員会、学校、システム運用事業者の連携した管理運営のもと、アダルトサイト等の不適切なサイトや、SNS、掲示板、ブログ等のカテゴリーに分類されるサイトは、常時閲覧できないよう設定しており、タブレット端末を使った不適切な事例は把握していません。保護者からは、一部のウェブサイトを制限してほしいとの要望を数件いただいたことがあり、個別に対処しています。動画配信サイトについても、一部サイトの事業時間帯の視聴を除き、YouTube 等の動画配信サイトは常時視聴することができず、1年間遡って取得可能なウェブログは、学校においても適宜システムで確認できます。このため、保護者は学校に問い合わせをすることにより、子どもの利用状況を確認することができます。また、教育用タブレットは、フリー Wi-Fi や自宅 Wi-Fi に接続することはできず、i フィルターやパスワードについても、システムで設定管理し、十分なセキュリティ対策を講じているほか、ログインの際には、顔認証と合わせた二要素認証を取り入れ、厳密な個人情報管理を行っています。さらに、学習活動で利用するマイクロソフト365、Teams についても、子ども同士で個別にチャットすることができないなど、議員ご心配の点も十分考慮した対応を行っています。タブレット端末のいじめ対策への活用については、すでに自由に相談することを入力できる仕組みを設定しています。次に、北朝鮮人権侵害問題と平和教育についてのお尋ねです。一括してお答えいたします。拉致問題については、東京都教育委員会作成の人権教育プログラムにおける実践指導事例集を活用して、全小中学校において指導しています。アニメ教材めぐみについては、今年度全体の7割以上にあたる学校において、視聴済み、もしくは視聴予定となっております。また、今年度の教員研修では、初任者研修においては24名、人権教育担当者研修においては30名参加を得て、拉致問題についての研修を行っております。また、平和教育については、学校によって戦時中の様子を学ぶことができる昭和館に出かけ、戦時中の体験談を聞いたり、当時の映像資料を閲覧したりする学習を行っております。以上、私からの答弁とさせていただきます。8番、金子康之議員。区長、教育長にそれぞれ再質問をさせていただきます。流れの順番で先に教育長に教育長の質問から再質問から先にお話をさせていただきます。まずいじめ対策のお話、いただきました。原稿答弁のですね、原稿を読んでいただいたと思うんですけれども、私がお聞きしたかったのは一般的なお話ではなく、教育長ご自身がこれまでの長い教育経験、またあるいは今も大学院に通って勉強していらっしゃると伺いましたけれども、ご自身の言葉で、当区の学校教育についていじめ対策こんなことできるんじゃないかと、もし経験などあるいは教訓といったらなんか変な言い方になりますけれども、お話をいただければと、ご自身の言葉でもしお話をいただきたいと、こういうふうなお願いを申し上げたいと思います。それから、
明治神宮のことですね。私別に右翼でも何でもないんですけれども、建物、とか地域の、資産として活用しているという答弁だったかと思います。また宗教的な部分もあるという話もありましたけれども、明治神宮ってこれは宗教施設では、ないですよね。でここには先ほど申し上げましたように、明治天皇、それから歴史、ですね、徳育、こういったさまざまな、ためになることがありますから、ぜひ取り入れていただきたいということで、少し突っ込んでお話しいただければと思いました。それからタブレットのトラブルと対策についてですね、まずフィルタリングソフトについて、アイフィルターは十分なセキュリティがかかっているという話がございました。インターネットの検索サイトで、アイフィルター、解除とかですね、タブレ学校タブレットのアイフィルターを解除する、する方法というと、簡単にこのさまざまな方法が出て、まいります。実際に突破された事例は多数あるという情報もあるんですけど、本当にそのような事例が、ないのか、十分なセキュリティを施されたので、それはそれで安心なことなんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。それから、万一に備えた利用履歴のログはサーバー側で取っているんでしょうかと、またもし取っているとすればどれくらいの期間取っているんですかということもお尋ねしたかったんですけれども、ちょっとご答弁がなかったように、思いますので、教えてください。それからですね、長谷部区長の方に戻りまして、五十嵐教育長の同意人事の際に、答弁については先ほど堀切議員に答弁したのでお答えしませんということだったと思いますけれども、私は聞いていることと堀切議員が質問したことは全く違います。先ほど堀切議員の答弁に対してお聞きした内容によると、複数の候補者を呼んで面談をされたと、また人となりについては鈴木さんようにもお聞きをしたと。でこのいじめのことについても当然知っているとおっしゃってたかと思いますけれども、いじめがあったというのはこの議案を上呈してた時にご存知だったのか、それとも後で知ったのか、我々が議員が五十嵐教育長の同意議案を見た時はこんな話は全く聞いてなかったんですけれども、その時点で区長はご存知だったのかどうなのか、この五十嵐氏 の過去を説明されていれば当然私は同意議案には賛成できなかったと思うんですけれども、その時は何も聞いてませんでしたので議案には賛成をいたしました。その時点でどうだったかのということについて、質問したんですけれども、お答えいただけなかったように思いますので、改めてご答弁お願いいたします。金子議員、先ほど最初の質問の時に保存期間の質問してないんですよ。保存期間の質問してないんですよ最初の時に、はい、今再質問の時にそれを伺いたいと思ったけどって言ってたけど、どうする？サーバーで保存するかどうかについても答弁がなかったんですけど、いやその時に質問してないんで、はい、最初に保存期間についてサーバーについてという、それでいいの、ね、はい、はい、了解しました。長谷部区長。金子議員の再質問にお答えします。議会に上呈した時点に知っていたかということでは知っていました。であと五十嵐さんをですね、教育委員会に、大きくこう教育委員長として、選んだ理由としては、その ICT の推進をですね、もっともっと学校でやりたいということで、それに長けているということで、当然、そういったところが重要ポイントになっています。以上です。五十嵐教育委員会教育長。金子議員の再質問にお答えいたします。まず当区におけるいじめ対策についてです。今後学校がいじめ基本方針を立てます。それにのっとって区内のすべての子どもたちが自分もお互いも思いやり、そして楽しく学校生活を送れるような、そんな学校づくり、そして子どもたちが生きるそういうものを支えていきたい、そんな対策をしていきたいというのが根本にあります。
それから明治神宮についてのお答えです。明治神宮は先ほど答弁させていただきましたように、生活か渋谷か等で行ったりそこを活用したりしている、そういう事例を先ほどご紹介いたしました。次にタブレット端末のトラブルについてです。先ほど答弁いたしましたように、タブレット端末を使った不適切な事例は今のところ把握しておりません。それからログのことについてですが、先ほど答弁したとおり1年間遡って習得可能なウェブログが学校において適宜システムで確認することができます。このため保護者は学校に問い合わせをすることにより子どもの利用状況を確認することができます。以上、私からの答弁とさせていただきます。8番金子康之議員。再質問をさせていただきます。区長から衝撃的な答弁をいただきました。先般の教育長の同意人事になっては町田のいじめの事件のことをご存知だったということです。私ども議員は聞かされてなかった、少なくとも私は聞いてなかったんですけれども、どうしてそんな大事なことを、議会に同意を求めるときに説明をしなかったんでしょうか。先にそのことを聞いた上でどう判断するのかというのが、やはり議会に人事案を出す首長の責任だと思いますけれども、一番大事なことを説明しないで、それを提案すると、一般的にこれで不実告知あるいは重要事項説明を行わなかったということに、なろうかと思います。まあ、知らなかったということであれば仕方がないと思います。いくら区長といえども何でも分かるわけではありませんから、遠い自治体でこんなことがあったと知らなかったという答弁をいただけるのかと思ってたんですけれども、これ知ってて、議会に内緒で、この人事案を出してきたというのは大変衝撃なんですけど、これ本当に、間違いがないのか、そしてもし本当だとするとそれなんで、説明しなかったのでしょうか。というのは、まあ、ここにご本人の五十嵐教育長いらっしゃるまで大変お話はしづらいんですけれども、この問題まで解決してないと、聞いております。町田市の教育委員会あるいは町田市でも調査が進められているし、被害者のご親族もさまざまなまだ不満ですね、解決してないと声を上げておられるんですけれども、まだ解決してないそのような、方を教育長の渋谷の教育のトップに仰ぐというのは、私は大変大きな問題が、あると思います。それを承知の上で ICT を教育をここまで引っ張ってきた経歴を買うんだと、そういう説明があればなるほどと、人には光の面も影の面もありますから、その判断を聞くことはできると思うんですけれども、この大事なことを聞かされなかったのは一体なぜなのかと、そしてその事実を知った上でそのような人事を提案するのは問題ではないかと、この2点、長谷部区長にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。長谷部区長。金子議員の再々質問にお答えします。まあ、金子議員はよくわからないですけど、まあ、もうなんか事件があった犯罪を犯したみたいな前提でお話ししているように感じますが、何も何て言うんだろうな、私が聞いている時点ではですね、そういった問題が起きて調査委員会が発足してですね、これから遺族も含めて遺書の提出も行われて、まあ、順調に審査も進んでいくんだっていう私は認識でした。でもちろん彼女自身の経歴やですね、何て言うんだろうな、企業の
更新所を雇って調査をするような調査は行政はなくてですね、今までの犯罪歴とかですね、そういった経緯がないかということを調べた上で、あ、適任だということで、私は議会に、なんていうんだろうな、まあ、上呈したというかですね、お出し、あの人事案としてお出ししたわけです。で、ですので、なんていうんだろうな、まあ、推定無罪、まあ、これとも違うかな。まあ、全く何も確定してなくてですね、事実もない中で、確定してない中で、判断してるわけですけども、まあ、その時点で問題がないということですから、私は、まあ、議会に提出したわけですね。まあ、これもし今後調査委員会からですね、何かの報告があってですね、何かしらがあった場合というのは当然責任問題は問われるというふうに私は思ってますし、そういったことが起きてからだと思うんですよね。なんかネットや、まあ、いろんなところで出てる情報を、まあ、元にしてですね、むしろなんかこうあることないことなんかやってるのが金子さんかなっていうぐらいに見えますけども、いやそうですね、現段階ではですね、何も分かってないわけですから、私からやっぱり議会に報告するってことはやっぱりできないと思います。何を報告したらいいんでしょうかというふうに感じますね。ですので、まあ、できる限りの調査をして、こういった人材ですから渋谷区に必要ですってことで、私は議会にご相談をしました。以上です。8番金子康之議員。区長から大変率直なお答弁をいただきました。まあ、あることないことを言っているということ、あるいは犯罪者のような扱いをしているということをおっしゃいましたけれども、あることないことではなくて、私はあること、本当のことしか言っておりません。先ほど私言いましたよね、光の面と影の面、ね、どんなとこでもそうですけど、いいことだけ言うんじゃなくて、実はこんなこともあったんですと、その上で判断をしてもらうというのが、この議会のあり方だと思うんですけれども、あえて自分だけ知ってたことを言っとくも、とても大事なことですよね。五十嵐教育長がいじめの当事者というよりは、その当該学校の責任者であったというだけで、教育長が別に何か、ね、なさったわけではなくて、その責任者の立場にあったということだけなんです。つまり責任者というのは、ね、学校長というのは責任を取る立場にあるわけですから、その方が責任を背負ったままここに来られたということは、町田の問題が渋谷区の問題になっている。だからこそ先日のフジテレビの番組でも、渋谷区でこんなことになっているということがですね、大きな特集番組、特集になっていて、まあ、コメンテーターの皆さんがああでもない、こうでもない、確かに同じようにおっしゃるんだけれども、こういった恥ずかしいことになっているのは事実なんですね。まあ、もう、この人事案通ってしまったことですから、今更言ってもしょうがないのことかもしれませんけれども、やっぱり、長谷部区長、何事でもそうですけれども、悪いことも含めてですね、都度やっぱり議会に報告していただくと、こういうことは絶対必要だと思うんですね。まあ、仮にそれが全て真実だと確定しなければと。よく聞こえないんだけども、ね、言いたいことがあるんだったら、演台を立って言ってもらえばそれで、いいんですけれども、私が申し上げたいのはもう一点、それから町田市の事件調査委員会、町田市で行われておりまして、この結果次第では、まあ、違う考え方あるということですけれども、私自身思うのは、やっぱりこの昨今の報道、あるいは本人の言動などを考えるに、五十嵐教育長は渋谷区の教育のトップとして、私はふさわしくないんじゃないかと思う。なぜならば、この問題にきちんと向き合っていない、きちんとご本人の言葉で説明するんであれば、なるほどということはできるかもしれませんけれども、説明から逃げ回っているように、残念ながらお見受けするんですね。今後も教育長として仕事をお続けになるのであれば、ぜひ堂々とご自身の言葉で説明していただきたいと思います。このことを申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。